はい、まずもって新年明けましておめでとうございます。年末年始とやつは、まあ、最後に鳥インフルエンザ、まあ、考えると最後ですね、鳥インフルエンザの話が出ましたけど、まあ、それ以外は大きな事故とか、災害、事件となく、非常に穏やかな年末と、年始を迎えることができたんじゃないかなというふうに思っております。まあ、そうは言っても一方でちょっと寒くなって乾燥してきたということで、インフルエンザ等々、風邪ひかれた方とかも出ているようですので、まあ、皆様も健康に気をつけていただけたらなというふうに思っているところで、なんか会議所なんかの合宿交換会とか行っても、いやインフルエンザにやられちゃってなって言うと、近くに行って喋らないですって言いたくなっているような人が時々いましたのでそろそろ用心、皆さん予防注射は打たれてますか、大丈夫ですか、はい、よろしくお願いいたします。まあ、そんな、恵まれた年始でございましたが、まあ、本当元旦と2日目のことは正月と思えないほどの暖かさ、何よりもそれと豊橋らしくないのは風がなかったということでありまして、風が吹いてない、お正月というのはなんとなくちょっと馴染まないんじゃないかなという感じぐらいに穏やかでございました。そういった意味では、神社、お寺さん、初詣客で大変な人気を見せたことと思っております。まあ、3日の、下城の田んぼの中流れている水なんか小さな川ですね、小川での、野鳥の、死亡、そしてその A 型であろうと簡易検査で、陽性反応が出ております。確定のするのはもう少し先ということになりますけれども、今鳥取大学の方に出して、分析をしていただいてますので、それが出たらというまた、ご報告をさせていただく機会があるんではないかなと思っております。まあ、本市は東山動物園の、鳥インフルエンザ、発覚が、発生以来、動物園、をはじめとした、一般の人たちが立ち入ることができる鳥のいるところとして、そういったのとは別の形で、養鶏、養殖農家、等々で、対策を進めてきておりましたけれども、合わせて、今回の3日の、野鳥のインフルエンザを受けまして、農家の方たちに昨日ですかね、消石灰を追加配布させていただき、防疫体制の強化を進めているところであります。陣頭指揮の、トップに立つのは、ルール上県の、家保家畜衛生保健所ということになりますので、こちらとしっかり連絡を取りながら、また市は市で過去私市長になってからも2回行った鳥インフルエンザの待機経験をしております。それぞれの時に、体制を強化してきた経緯がございますので、混乱なきようしっかりとした対応をしていきたいと思っております。折に触れ、皆様方にも情報を提供させていただくことになろうかと思いますので、どうぞよろしくお願いします。そして、年末年始恒例の本市の施設関係の状況でございますが、配布させていただきます資料をご覧いただけたらと思います。おおむね天候恵まれた年末年始であったということで、まあ、多くの方がご利用いただけるかなと思っておったんですが、実は1年前も同じようにいい状況でございましたので、1年前が大変施設利用者が大きく伸びておりました関係からしますと、今年はちょっと数字が落ちているというところがございます。まあ大きな、動員を予定しておりましたノンホイパーク、それからココニコといった施設でございますが、こちらの方は、ノンホイパークは多分東山動物園の影響かなというふうに思っております。動物園イコール、休園というイメージが結構世の中にも、あったようで、だいぶ数字を落としているなという感じでございます。ここにこれにつきましては昨年のイベントがですね、機関車トーマスっていう、まあ、子どもにとってはウルトラ C 級の、テーマで掲げておりました関係から今年数字を落としているんじゃないかというふうに考えています。
今年のここにこうでやってるイベントもトラックのやつなんかはとてもユニークで非常に皆様方受けも良かったということではございますが、子供受けということになるとやっぱり圧倒的アイドルにはちょっとかなわなかった数字だったのかなというふうに思います。その他の施設は、昨年と大きく変わってないかなというふうに思っております。そんな状況でございますので、これからも動物園の方は安全にしっかり気をつけるということ、それから、大丈夫なところをしっかり、見ていただけるようにしておるということを、周知することで、今後の、利用者の、方たちへの対応もしていきたいというふうに思っています。新年の話題といいますと、いろんなスポーツイベントが、たくさん重なっているということですが、とりわけ、駅伝の町豊橋といたしまして駅伝に注目しているところでございますが、まず元日行われました、実業団のニューイヤー駅伝は、3連覇を目指しておりました豊田として残念ながら、2位ということに終わりましたが、本市出身のランナーとしては6区の田中秀幸選手がおられます。区間2位の好走ということで、非常に最終区に期待を持たせたという走りをしていただきましたが、やはり前半で出遅れたということが大きかったんじゃないか。隣の田原市長は3連覇目指して現地に入って応援をされていたようで、昨日伺ったら本当惜しかったということで、ちょっと残念がっておられたのが昨日印象的でありました。2日3日の箱根駅伝にも本市をはじめとしてこの東三河ゆかりのランナーが大変たくさん登場しました。本市ゆかりのランナーということでは、青学の3連覇に貢献した、6区の、箱根の山下りの小野田選手、そして、アンカーを務めて、3連覇の初っ端の1年目もアンカーで実は歓喜のゴールを切った、安藤優也選手、この2人が富山出身で、実力を発揮していただけたなということで大変、嬉しく応援をさせていただいたところであります。安藤選手が3本指立てて3連覇ということでゴールしたとき、本当に余裕を持っての、今回1回目は、ね、結構、心配しながら見てたんですが、今回は余裕を持って応援することができたということで、本当に嬉しいなと思います。このあと都道府県駅伝等々でまた、本市ゆかりの選手が、活躍を続けることができるというふうに思っておりますので応援をしていきたいと。そして、新年の3日4日プラットで、富山市ふるさと大使またカレーうどん大使と、昨年8月1日の指定、記念日に、移植をさせていただきました松井玲奈さんの凱旋公演がありました。新幕末純情伝といって、塚公平さんの、これ何代目なんだろう、もう何代目かの9代目の沖田総司役で、松井玲奈さんが東京で昨年長期ロングダウンを打った、の地方、公演を、富山市とでこの週末に沖縄で、やるということで、富山市の公演をやっていました。満員 の、チケット即完売という状態の、にぎやかな舞台で活躍をしていただいております。松井玲奈さんをはじめとしてこの後、これからは本市のいろんな、芸能界の方活躍を続けていただける、そんな年の幕開けになったかなというふうに思っております。そして、昨年1年、大変多くの方たちにお支えいただいて110周年事業をイベントを続けてまいりました。海フェスタをはじめとして、ファンナイトラン、富山市祭り等々、ビッグイベントも、たくさんの方たちの参加を得て、大いに盛り上がった、状況で進めることができたと思っております。これからもまだ、110周年記念イベント、映画祭をはじめとして残ってございますので、年度末までしっかりと、やり遂げていきたいというふうに思っております。2017年、つないでいく、今度はあちこちでお話しさせていただきますように1867年に、室八幡に伊勢の札が降ってきたええじゃないか運動から150周年の年になりますので今年はええじゃないかを、この町のいろんな精神的な支えというか、行動様式というか考え方というかそんなものの、柱にしていくそんな取り組みを、
じゃないか150年、の中で成し遂げていけたらというふうに、思っておりますし、まあ来年の事業を含め、これから組み立てていく、1ヶ月になるわけですけれども、素晴らしい事業を実現させ、2017年が、また新しいステップの1年になるように頑張ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。